あとは、えー、メールワン君、スパチありがとう皆さんこんばんは。4年後、日本代表のゴールキーパー、大迫と谷、えー、選手が中心になってると思いますかいやー、キーパーに関しては寿命長い人長いからね、選手寿命。ブッフォンだってずっとやってたじゃん。だそれで言うと、もしかしたらゴンダが次やってるかもしんないし、シュミットとかの可能性もあるし、で大迫の谷の可能性もあるし、もしかしたらね、アンダー世代からね、どんなルンマンみたいなのが出てくる可能性もありますから、 これ分かんない。でね、前、週休学で言ったんだけど、後ろに行けば行くほど、あの選手の入れ替わりって少ないですね。だそこ、4年間の強化プランで言うと、4バックに関しては富安以外全部残ってたじゃん。で、冨安もアジアカップからずっと中心じゃん。で、そこに控えの選手が伸びてきて、まあ、板倉とか全然、主力で出せるかなみたいな感じになってて、で、ダブルボランチは最初、柴崎が軸だったけど、途中から遠藤渡るになって、そこに、えー、森田とか田中は入ってきてみたいな。 で、二列目は、あの、南のドア残ってるけど、どっちも控え、スーパーサーブ的な感じになって、中島いなくて、みたいな。後から伊藤とか三笘とか、えー、久保とか鎌田が出てきたみたいな。で、トップに関してはもう大阪から完全に他の選手に入れ替わって。前に行くにつれて、どん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 、なんていうのかな、この、沿線がすごい、日本に関しては、ここ4年で。もうフランスもずっとね、ジルーいて、ベンゼも復,復帰したけど、怪我で、みたいな。でも、前の選手の方がやっぱ入れ替わり激しいっていうか、まあ、それだけ、まあ、ポジションもね、 結構経験よりも生きの良さが重要視されたり、コンディション重要視されるところですから。なんで4年間で軸とするポジションと、えー、このその時の調子見るポジションとっていうので、軸とするポジションの中にね、そのボトムアップ的なのは必要ですから、そういう風になってくるとね。そのだから日本代表の強化に関しては、まあ、どこ中心にしてどこは入れ替えで、で、何を付け焼き場でできて、何は付け焼き場でできなかったかっていうのを考えて、付け焼き場でできないもの。 こうプランを練りながら進めなきゃいけないものを4年間で進めてギリギリでいけるものを最後に付け足して完成させるみたいなのがいいと思いますなのに接近は前線の選手の方が高い、ここ最近はバランス崩れつつあるけどうんなんかねこう、全体で攻撃するっていうかチーム全体でさ攻撃しようとするとディフェンスラインのビルドアップ重要だしそれによって押し込むとスペース広くなるからさその広いスペースをカバーできる対人能力必要になるからディフェンスに求められることが多くなりすぎて。 攻撃面、守備面で。てなると、後ろの選手ってなかなか見つかんないなっていう。クオリティ高いサッカーしようとすればするほど、チャンスを増やしてピンチを減らすって意味でね。ってなると、グバルディオールとかファンダイクとか、攻撃でも守備でもハイスペックみたいな選手は100億超えるんだろうね。それでね、商品にもなるみたいな。だから、グバルディオールとかファンダイクって、こう、ファイターとか東章のイメージがあれがね、だからそれこそ、ディヨングみたいな選手ですごいセンターバックみたいに出てくると200億とかいくんじゃないですか。 え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろなサッカー界の話を中心に喋りましょう。では、そっうした。バイバイ。